テスト、テスト。片耳だけ大きく聞こえたりするかな。今、止めてる間に、音の再生と、録音したら、ちゃんと右、左振られてたんで、片耳、こっちは？テスト、テスト、左来た。あ、じゃあ、これは、途中で刺したらダメなんだね。最初から、右左のマイクを、入れた状態じゃないと、ダメだっていうことが分かりました。ね。やったー。iPhone、でも、バイノーラル、できるぞー。イエーイ、触られてる。へへへ、なるほど。せいに振られててよかった。これでもどのくらい話すのがいいんだろうな。これマイクというかイヤホンを振り回したりとかしたらブブ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 、みんなどうなってんの、みんなどうなってんの、振り回されてんの、俺の耳がみたいになるのかな。それは強い。でさあ、才能は幸せしよう。じゃあ、せっかくなんで、僕も、バイノーラルっぽく、ささやき声で、頑張ろうと、思いますよ。やったー。バイノーラル幸せ。笑われましたよ。どうだよ。いや、どう聞こえるのかなと思って。今左だっけ。あ、ごめんごめん、カッパン。左だっけ。左。ラブって、こんな音初めて聞いたぞ。今ね、マイクをね、ウエスタンのようにブン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 振り回してますよ。片方だけ。この後初めて聞いたの。かん、酔いそう。おろろろろろろ、ごめん。あ、テスクくん、はい、さん、ぼしさん、こんばんは。なんでテスクくんはまるでなんかなんかボスさんも絶対いるみたいな前提のいや、そうでしたね。 いてくれましたね。ありがとう。こんばんは。原さん、激しくてクソ生える。これだってね、せっかく、あー、これ左になるのかな。左と右と、あといろんな環境音と時たま早瀬が振り回すブン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 カンっていう音とお楽しみください。で、ちょっと待てい。ん？なんだなんだ。レジのゆいのちゃん。ゆいのちゃんにも、ゆいのちゃんとも、これ、あれだな。遊んだ時にこれで、コラボとか、できたらいいな。後ろのキーボード音の方が ASMR っぽい。いよいよ、もっとカタカタしてくれていいんだよ。カタカタしよう。カタカタしよう。もうカタカタタイム終わっちゃったかな。カタ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 カ
やったことないんだよね、コラム。あんま。やり方がよくわかんないんだけど。今から草。今できないの、ごめん。そうだよね。突然振りました。じゃあ、今度、連絡するね。前もって。コラボしよう。もしくは、ゆいのちゃんの配信に、遊びに行った時にでも。あ、ルイザーさんお久しぶり。相変わらず可愛い声してるね。嬉しい。あ、そういえば、ひざきさんはこの間誕生日でしたね。なんか記録してる？後ろでカタ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 。そう、ちょっと、パソコンもカタカタしたりとか、します。いつものキャスより米読みのラグがめちゃくちゃ少なく感じますですなのですね。あ、でもコメントの流れが落ち着いてるからじゃないかな。いつもはコメントをなんか読み切っちゃうと思って結構ストップさせがちなんだよね、私が。やっぱゆいのちゃん、うん、今は純度 100% のゆいちゃんの声聞く。ハンス、ありがとう。ディスク君、あ、コンティニューコイン、ありがとう。あざーす、あざーす。ちょっとなんかでも、え、刺して、あ、今はずっと耳に刺してたんですけど、別に普通に聞こえてたのかな。やっぱり、でも、せっかく、なんだ、ステレオ。に、ずっと、ステカセって出てきて、何ですかね、ステカセって。ステレオになってるから、ちょっと、右と、左と、合ってんのかな。遊んでみよう。これはでも、お散歩がはかどりそうだなぁ。はい。あ、かたさん、こんばんは。シチュー限定バースデーイベントとか行くとたくさんのプチケーキとかがあるよ。おー、プチケーキ、いいね、いいね。ステカセキングかな。そうそうそう、それステカセキングや。それ筋肉マンのあれもスタンプラリーもやってますね。あ、デカチャーさん、西新宿の寒空の下からこんばんは。今帰り道ってことかな。気をつけて、あれよ。これ、今みんなは何で聞いてるんだろう。ヘッドホンか、イヤホンだと、右と左に振られてると思われ、我々。そう、コラボカフェもやってる。そう。バーもやってんのかな？歌舞伎町でもなんかイベントやってた。お、クーラさんはイヤホン。ボスさんはヘッドホン。ディスク君は iPhone プラスイヤホンです。おー。手軽でいいね。奇遇だね。僕も今、iPhone プラスイヤホンマイクで楽しんでおります。イヤホンです。みことさん、7.1 のイヤホンです。それ、ゲーミングとかではなく。すごい、なんかでも、思ったんですけど、みんなの方がいい機材持ってそうだよね。なんか、イヤホンもそうだし、パソコンとか、あとなんだ、キーボードとかも、どうせあれでしょ、みんなのレインボーに光ったりするんでしょ？僕もあれ憧れているんだよ。押したら光る。かっこいい。ずっと格変みたい。あんな大当たりっぽい。なんか、脳汁ドバーって出そうな、レインボーなキーボード。欲しい。お、ちゃんと左右分かれて聞こえてます。やっとぜ。FPS ゲーマーなので1万円ぐらいするイヤホンですよ。おー、さすが。なんかでもね、私たち、業界というか、ゲーム仲間業界も気づいたんです。普通に、ゲームをプレイするよりも、
第五人格にしろ、スプラトゥーンにしろ。イヤホンで聞くと、イヤホンとかヘッドホンで聞くと、あ、後ろにいるとか、右側に音がっていうのがわかるっていう。あれやっぱね、音って大事なんですね。音の広がりというか。やめちゃんいいの持ってるイメージあった。全然。ちょっとずつ、なんだろう、次足し。よくわかってないから、知識がないから、これかなと思って買った機材が使えなかったりとか、ケーブルが違ったりとかして、で、また新しいケーブル買ってとかを繰り返しつつ、ちょっとずつ、ここまで来ました。あ、すごーい。レインボーなキーボードも持ってますよ、だって。みことさんが何でも持ってる。デスクが無駄に電力が。さすがにレインボーではない。アグネスのイヤホンに、おぉ。これはボスさんの財布から諭吉が消えるよ。いや。ああ。全然。自分で買えるよ。買う。で、あれでしょ、きっとキーボードをいいやつゲットしたと思ったら今度パソコンがってなって大変なことになりそう。ちょっとずつ行こう。ちょっとずつ。あ、そう、足音とかでね、方向がわかるんだよね。クーラーさん、えって。インターフェース5個くらい持ってそう。いや、1個しか持ってないよ。しかもその1個も、1個使ってたやつが、使い始めたのも去年の12月からとかで、瞬殺で、あ、これマイク1個しか刺さんないから、あかんってなって、マイクの端子 XLR が2つ入るやつにしなきゃと思って、2つのやつをゲットしたら、1個のやつをお譲りしたので、結果、うちには1個しかない。ないです。全然、機材はよくわかってないです。オンとオフと、なんだっけ、エフェクトってやつのオンとオフしかわかんないです。そう、バイオやるときはヘッドホンって、そうね、そういうなんか足音とかで気配を察知するのは、やはり、ヘッドホンか、イヤホンが。ヘッドホンってでもずっとつけてると痛くなるよね。イヤホンもなんだけど。難しいよね。なんか、骨伝導で全部脳に直接呼びかけてくれたらいいんだけど。そしたらほら、横になってゴロンゴロンしててもさ、痛くない。なんでみんな財布の諭吉削ろうとするんや。しないよ、大丈夫だよ。ゆいちゃんの声聞いてると安心して眠たくなってきた。ずずず。え？ゆいのちゃんの声の方が寝れる気がするけど。私、時たま、なんか、激しく叫んだりするし。うえーと変な声出るし。だね、ASMR をちゃんと使いこなしてる人のささやき声とかいいなーって、なんか、なんだろうな飽きちゃうのかな、なんだろうな、なんかこう、せっかくエロとアールに振られてるから、こうやってこうか、なんかふわっと喋ろうってするんだけど、ちょっともう途中で忘れちゃうっていうか、普通に喋りがちというか、物食べてるぐらいがちょうどいいんだろうな、それな。昔赤外線キーボード欲しかった。赤外線今 Bluetooth とは違うの？なんだみことさんのこれなんて読むんだ、ラゼル、レーザー、ラレア、ザ信者なのってね、ちょっと難しい、あの仕事で読んだことあるやつとかじゃない、ちょっと読めない。仕事で読んであるやつもちょっと不安。ウィスプ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 。あ、
宣伝です、今の。はい。のせいで、イヤホン新調したなの。あ、えらいえらい。いいですね。宅録とかする声優さんってどんな機材使ってるか気になります。ほんとそれ。だから宅録環境のある声優さんに機材状況を聞いて、ああでもない、こうでもない。っていうのを、いろいろ、ね。うん。教わりつつ、知識を得て、頑張っていこうと。思うだけ思ってる。骨伝導イヤホン売ってるって。便利かよ。ヘッドホンパーカーのフードの上から装着してるから、痛くはならない。へぇ。このフードをかぶった上からヘッドホンを、お付けくださいなの？へぇ、面白い。口が削れて、樋口一葉に？樋口一葉、あ、いつの間にかな、もう、漱石じゃなくなってたんだよな。漱石が、漱石がって言ってたら、漱石はもう過去の人だったよ。そこは、修礼門にしないと、なんて読むの？なんて、え？発音的にはレーザーです。レーザーだな。レーザー、レーザー。なんか強そう。シュレーモン5か、樋口さん2か、ゆきちさんか。誰？シュレーモンって誰？あ、サイバーストナーさん、久しぶり。久々。あ、そうなんですか？沖縄のもんなんてどこにあるんですか？ググってみせてください。ちょ、今、金の話してて、金、え？シュレーモンって金になってるんですか？そうや。絵になってるんや。あ、絵になってんの？え、どこの？え、どこなの？沖縄。え、沖縄の絵になってんの？沖縄のお札になってるってこと？あれ、違った。え？え、なに？わかんない。え、沖縄の限定通貨？シュレーモンって読むんですかそれ。初めて遭遇したんですけど。なんか多分その字です、その字です。それ誰ですか？何？え、いくらなんですかそれ。あ、2000円札？樋口一葉のが、これがバッグでしょってことでしょ。へぇ。え、一緒じゃない？あ、別なんだ。へぇ。2000円札です、だって。ほら見ろ。へぇ。賢いね、みんな。2000円札。2000円札だって。2000円札。シュレーモンが2000円で、5。あ、樋口が5000円で、2が、ゆきちが、一人で頑張るかってことね。オッケーオッケーオッケー。赤外線というか、レーザーというか、光がキーボードの形に照射されていて、触れるとスマホに入力される。かっこいい！何そのキーボード？かっこいい！いけてる！おしゃれ！漱石事件。2000円札。沖縄のもんです。後ろから声が、神の声が聞こえる。あ、やっぱり、レーザーという VK バンドも今人気よ。あ、VK はね、今は、もう全然行ってないの。この間、あれ行ったな、ソワンプロジェクト。久々に、レックスに行きましたね。あとは、結局ね、カメレオのヒカルくんがやってる、ソフトクリーム屋もたまに手伝いに行ってるんですけど、LA ルメッカの方は全然見に行けてなくて、犬っていう曲がね、あるから、そのうち猫とかウサギとかも出るんじゃないかなって、期待してます。レーザー。もうね、ビジュアル系の番組もやってないから、最近のバンドはさっぱり。あと、あやびへ見に行きますね。限定通貨。秘宝。で、課長さん聞きながら歩いていたら道に迷う。あれ？知っていた道のはずでは。首里城しか知らん。首里城も聞いたことあるぞ。お、沖縄か？
沖縄の限定通貨、今度声優バージ使おうかな。おお。2000円札はヤヨネーの独断により沖縄限定紙幣になりました。いやー今日の状況もいろいろ草、なんか言いたいことあったけど今日はやめておきます。タイミング逃したので。え、なんだろうか。キャサリンはみんなが一生懸命パズルを応援するからセーフティーじゃないモードでやってみたらって提案してくれたのでやりたいなとは思うんですけど、もうちょっと明日アンセも発売だから忙しいんだよ。あれもこれもやんなきゃいけないからな、ほんとな、大変なんだよ。 VK 懐かしい。いや、クーラさんもわかる、わかる人だね。やったね。あ、アンフェスさん、やっほー、酔ってます。お、お疲れー。今のうちにたくさん酔っておいて3月中旬以降、4月はきっと御社というか大変なのでしょ今のうちに遊びまくるといいよ。早冷え懐かしい。今なんか復活してるよ。私の宣材写真撮ってくれたのがインテツさんなんで。そうなんですよ、お世話になってまーす。ライザーさん、あ、カメレオの光る指輪持ってるよ。あれいいよね、ピカ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 リング、いいねいいね。私も持ってる。珍しくテンション高いアンフェスさん、シュレーモンよりレーザーラモンならわかるよ。私もそっちの方がわかる。一本間違えるとどこかわからなくなるんや。なお無事に復帰、あ、知ってる、道に帰ってこれた、よかったー、おかえり。過去に VK ちょっとやってました。おー。いいね、いいね。クーラ様キラキラキラ。さっき、キラ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 。さっ。本当にセーフティーの上に挑戦するんですか？なんで？なんでそんな、ビビってるの？セーフティーに挑戦でないだと？そう、頑張っちゃおうと思ってます。お、あやびえの、前番のひなわなからペコはしてる。りょぺっこ、りょぺっこ、ひなわな、ひなわなってなんだっけ、わたるさんとかもいたんだっけな、懐かしい気もする。私はもう完全にね、エターナルクライマックスルシファーズらへんを攻め、中学の時にダーザインのファンクラブに入ってたんですけど、まさかね、大人になってからその何、ビジュアル系の番組をやった時にそのダーザインさん、ダーザインさんじゃないな、リッキーさんと一緒に仕事をすることになるとは思わず嬉しかったな、嬉しかったな。あとは、あれだな、ペニシリンの千里さんとか。ね。ありがたいですね。いろいろ、お仕事きっかけで、お話しする機会が。ふんふん。あやびえというか、草生える。いろいろあったからね、あそこはね。ちなみに言いたいこと言ったら、この話で、ツイキャスすべて壊れそうなので、またの機会。なんだろう。ごめん。いつもありがとう、みことさんが何を言いたかったんだろう。どこかでじゃあ言われたら真摯に受け止めます。ドキドキ。ハウェイさん、まあ酔ってるとか嘘ですが、孫嘘かいずこう。アフェイさんはなんかこう、でもほら、あ、なんかダメだな、またアフェイさんのなんか個人情報を言ってしまいそうになる、ダメだな実はこういう面あるよねみたいなこと言っちゃうからな、ダメだなアフェスさんは隠してるかもしんないからな、普段のアフェスさん、私から見てのアフェスさんと
アフェさんはダメって言われた孫。違う、そこだけ切り取らないの。そこだけ切り取る。違うよ。違うよ。本当はあれだよっていう。切り取りの悪意、本当だよ。アミさん忙しい時期ですもんね。ほらほら。ペニシネはミスティアムに PV 撮影しに来たよ。へぇ。ミスティヘムンってお店かな？どこだ？場所かな？ミスティは、あれだろ？霧とかのやつだろ？ヘブンは、地獄？え、違う？え、なんだ？ヘブンは、天国か。じゃあ、霧国？霧の国？わからんな。ミスティヘブンって、なんすかね。すごい。僕はいろんな力を駆使して。わかりましたよ。はい。五反田のホテヘルです。わかりました。五反田のホテヘルだそうで。気になる大人は調べてみよう。あ、ミスティーガール、那覇デリアあ、しかもうちらの検索能力、クソでしたよ。違うって。ミスティーヘブンは、何これ、昌平公園の向かいにあったメイドカフェだよ。わらわらって言われましたよ。ホテルじゃない。だって、ホテヘルとデリヘルが出てきたって。ミスティーヘブンは、メイドカフェらしいですよ。違った。あ、別にいてくださってもよろしくてよ、本名以外。あ、ほんと？安倍さんはツンツンしてるけど、なんか初対面の人ほど優しく丁寧に対応してて、仲良くなればなるほどツンツンしがちなんですよね。だから安倍さんが毒を吐いてるところを見ると、この人は仲がいい人なんだなって思いながら見てます。ほら恥ずかしい。ほらよく見てる。ペニシリンはわからないけど、インシュリンはそろそろ必要になるかも。どうして？あれ、インシュリンって何のやつですっけ？毒殺するやつ？インシュリンは何？糖尿病のやつです。あ、じゃあ、なんて言えばいいんだろう。ごぶんを。わかんない。なんて言えばいいの？なんだろう。お大事に？ワイより VK 詳しい。リザさん詳しいよ。そっか、ミスティヘブンメイドカフェか。草、ホテルじゃないわ。神、検索間違える。草生える。秋葉のメイドカフェだわ。ミスティヘブンの後にメガネスーツカフェになったじゃん。あー。あ、マスズシさん、こんばんは。こんばんは、こんばんは、こんばんは。あ、ありがとう、デカチョウさん、コンティニューコイン。ほら、ほら、ミスティヘブン調べてごらんよ。本当に五反田ホテル出てきて草。僕のファンは素直な人が多いんだから。いや、知事だからちょっと気になったよね。ちょっと気になったから調べたら、ホテルの出てきて、その後那覇の出てきてる。那覇、それこそ沖縄にもあったわ。レーモンとミスティヘブン。今日僕は沖縄の2つのスポットを覚えましたよ。シュレーモンとミスティヘブン。覚えましたよ。いやあ手の内ばらされた。ほらね、ほらね。と、にゃ、びょミスティヘブンの卒業生には星野チロルちゃんとかがある。あ、そうなんだ。チロルさん、大阪のイベントで
一緒になろうとしたんだけどチロルさんが来なかったのかな、その日は。なんかそんなだった気がする。はあ、私もねメイドステーションカフェと声優の卵に会いましたからね。懐かしい。あやビエルならぬクソハエル。ビエル。メイドカフェの話。てか長さん的には地雷踏みそう。うん。片方覚えなくていいやつだーって。あ、ほら、みんながほら、沖縄旅行で行きたいスポット増えたーって。僕のファンはみんな素直でいい子たちだな。いや、いいなあ。あ、マゾさんも聞いてたんだね。地上逆レピーコース。65分1万7000円からです。みんなちゃんと調べてる。すごい。ミスティーヘブン、覚えてしまいましたね。ミスティーヘブン。ミスティーヘブン。ミスティーヘブン。高いのか安いのかわからない。みんなが、謎に包まれている中。僕は、マイク2、イヤホンをブンブン振り回します。うわぁ、ブン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 。どうやって聞こえるのかなと思って、あ、後で、ちょっとアーカイブ聞くの楽しみだな。うわぁ、耳が、ほらほらって言われて、あ、やっぱ大変、これはダメージがあることなんですね。うんうんうん。三半規管おかしくなる。あ、酔うんですね。耳、このマイク振り回されたらみんな酔うんですね。新しい本件。はぁ、お茶がうめえな。うんうんうん。ふぅ。あ、松寿司さん、コンティニュー声ありがとうございます。ケンさんの他に誰かいる？誰もいないよ。急に意地悪する。急に意地悪。そうそう、妖精さんがいますね。妖精さんと遊んでました。どうしてこうなった。沖縄にも SL あるから行きたいけどな。うん、ちなみにアキパのポンディシェリ、ほうほうほう、へえ、ありえないんとメイドさんとルイザさんとで90年代の番話で盛り上がった。いいですね。あ、懐かしい。もう大体あれでしょ、あのジルワングレイ、ナイトメア、ムック、カゲロみたいな。もっと前か。でも90年だと、00年代かな。耳が三半規管おかしくなる。仰がれてるみたいかな。酔ってないです、真顔。あ、デカチョウさん、お茶ありがとう。誰も偉いやろなんかとある秋葉のカリスマメイド食ったとか言っててイラッとした。なんとあるよね、そういう聞きたくもない情報とか噂話とか入ってくるよね。でも僕はね、ローランド様をローランド様ね、ありがたいお言葉が美人百科にですねありますよ。じゃあ、あのまだお持ちでない方はね、ぜひねご覧ください。ローランド様のありがたいお言葉に、どこだ、あのエゴサーチをするかしないかみたいなね、なんかあれがありましてね。どこローランド様、どこローランド様、ローランド様に会いたい。いた。エゴサーチしますかという質問にですね、ローランド様はタンクトップで蜂蜜取りに行くのと一緒って言ってます。そう、自ら刺されに行くことなんてしないよということでね、僕も自ら刺されに行くことなんてしないよと。そういうスタイルでやっていこうと思います。朝もうほら、ご覧なさいよ、もう全部、あ、もうローランド様と共にみたいな。頑張ろうラン、鏡とじゃんけんしても勝つ。知らない人がおるんでしょうか。マサスシさんは私
私はよく召喚したりされたりする妖精さんがいるんですけど、まあまあまあ今日はまあ妖精さんの声ももしかしたら聞こえるかもしれないですねその時代の VK は世代、お、クーラさん、いやいや、もっと前のでピアスとかね、あー、ね、高幸さんのだ、デッポとピアスは結構でも見てましたね。蛍光灯割ったりね、豚とかね、大変だったなライブローランドとかホストやんけ、そうです、ローランド様好き、唐突な宣伝、池袋通るたびに気になるやつ、絶対行くべきだよ、だって500円でローランド店入れるんだから、で1500円で VR シャンパンコールホスト体験ができますぜひぜひどうぞ、最初サンホラかと思ったローランドさんって歌舞伎町のカリスマホストのことかと思った、そうですよ、それです、それです、ガンガンエゴさせてたのに、まあまあいつもの妖精さん、ピアス、そうそう、その字よく書けますね、クーラーさん、エゴさ、名前出さなくても見つけてくる人もいるくらいだから、おわーおわー、デスクくん監視されてないんだろ、だって声優さんですから何人も声聞こえますよね、あ、分身の術もできるかもしれないさあ、あ、マスジェシさん、コンティニューありがとうございます、話ついていけなくてね、そう、ねむねむごめんね、今日は誰かレゴの話できる人はいるかな、ないかな、あ、でもあれだな、みんな結構マイ鉄は好きな人多いかも、今日ありがたや、ありがたや、デッポ去年も見たわ、すごーい、スターカフェとかもね、たまに行きますよ、ケンちゃんのお店へ、カーラーさん、ピアス何度か対バンした、札幌民だからできただけだけど、すごーい、高雪様もうね、赤赤っていうイメージがありますね、あとはメンバーチェンジがまあ諸事情によりですけど激しいですね、ピアスは、うん、そうそうそうね、すごい、最短6秒でファボ監視されとるそう、ザ・ピアスから感じになったんだよ、今でもあるよ、あるね、あるね、ピアス集会とかあるもん、あったもんね、懐かしいな、うん、その頃よく行ってたかな、まだ6名間の椅子があった、椅子台ができる時代ですね、まあいつの間にか、いつだっけな、去年、一昨年、先一昨年、な、2000何年だろう、何年か前に目黒6名館のイベントに出演した時にもう椅子もなくなり普通の箱になっててびっくりしました、あ、いつの間にか院長つありがとうございます、コンティニューコインありがとう、おっさん、あださん、コンティニューコインありがとうございます、チアルフィーならわかるわかるうんうん私のファンの人たちみんな可愛いでしょうんうんって可愛いでしょ、みんなみんな素直でいい子たちなの仕方ないことですが世代差を感じるなの、世代か、デスク君モーニング娘。で言うとワン何ワン何とかでデスク君っていう子がいるんですけど、結構ヤングなのでモーニング娘。で言うと第何期っていうよりももうワンいくつとかの方が早いのかなって世代私ね、4期全盛期なんですよ、で4期はもう永久に復活することはないと思うんで辛いんですけど4期はね毎回誰かしらがね合わせてくれないんですよ4期はくそー、4期の復活が見たいんですけど毎回ね揃わないんですよ、残念ながらね、椅子がなくなって数年経つよ、そうそうそう、椅子柵代わりにしたの難しい、林さんの方が可愛いですよ、真顔、そんな阿部さんのことが好き今ハローキティさんの真似ですね、うん、ありがとう、好きへえ
わかる。お、モームスで言うとミニモニですね。おー、4期はね、わら。4期確かに全盛期だったから辛いなーって。4期って辻かご？イエス、イエス、イエス。イエス。はぁ、ヨッシーとリカちゃんとね、4人の。はぁ、辛い。ダブル4になったと思ったらすぐ解散するしな。あぁ、辛い。はぁ、ああ、揃わねえな。ワンチャンギャルルでもよかったんすけど。ギャルルも活動前に消えましたから。ふぅ。いや。あ、デスクくん、ミニモニじゃんけんぴょんくらいなら。あ、じゃ、結構わかる。わかってる方だよ。わかってる方だよ。47都道府県がわからなくなったらミニモニの歌を聴くといいよ。もともとあの森高さんが歌ってるんだけど。いいよいいよ、つって。モームスは初代で福田明日香が好きだった。今バンドで復活してるよ。ああ、なんかね、初代持ちになって復活したのかな？離婚してる。ああ、なるほど。仕事を頑張るぞっていう気持ちになって復活したんですね。なるほど、なるほど。一人引退したじゃん。それーなーそれーなー。あー、ホワイトベリーとかポケビとか聞いてたの。わかる。あのね、ポケビ対ブラビと、アユ対アミの時代ね。アユ対アミなんだ。そうです。そうですよ。私、アユ対コーダクミなんだ。いやいやいや、アミ対アユでしたよ。嘘だ。アミ対モームスでしょ。仲間割れ。いや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 。アミとアユじゃないの？私アユ、アユ高田組対決派。それもうちょっと後じゃないです。ですよね。だってアミが消えた後ですもんね。言い方悪いぞ。アミがちょっと親の関係で事務所とごたごたあったあたりの後ですよね。その通りだ。言い方悪い。そうそうそう。あ、みことさん全く話がわかんねえ。え、みことさんは、じゃあ、え、今、大学でしょ？みことさんは、モーニング娘。で言うと、第何期とか。モーニング娘。で、世代を、あ、全然言ってくれればわかる。ベリーズですとか、キュートですとか言ってくれたら、全然それでも、大体の年代がわかりますけど。あ、やっぱ4期でドハマりした。明るい未来に就職希望です。真顔。そうね、わかるよ、わかるよ。ごまきでパッてなってっていうね。未来就職希望だわ。うおうおうお。はい。初代アップフロントになる前のワンアップミュージックでした。へえ。モムス2期くらいから入ったかな。え、47都道府県分からなくなることないです。え、むしろ分かることの方が少ないんだけど。いつも出てこないよ。滋賀とかよく出てこなさげだよね。滋賀とか。そうだね。あとどこだろうな。東北とか。東北、あー、じゃあコメントでみんなで47都道府県やってみる。いいよいいよ。僕ね、松山、あ、愛媛、県ね、県だな、愛媛。地理わかんねえ。みんなやってる。ちょっと、え、なんだ、上から行くとかもわかんないんだよね。なぜ場所がわかってないから。ワイもあゆ対高田組だって。おー。あれです、あれです。中学の合唱が生き物係になる世代でした。生き物係なんかついこの間じゃないのかい？私、アンジェロアキの世代よ。アンジェロアキ。うち松任谷由実だったら、学校の先生のチョイスですか？あれか、海を見てた夏のやつか、いやいや、春よ恋ですよ。あ、春よ恋が朝、
学校に行く時間ぐらいに始まるドラマでやってて、だいたいそれ見てから行くから遅刻してみたいな。で、あとあれだ、キキのやつを、ルージュの、そう、それとルージュの伝言はいつもなんか先生が譜面よこしてきましたよ。練習させられましたよ。ほら、あゆたやみだったよって懐かしい話が。初代のデビュー曲のハガキを送ったら全員写真のポストカードが届いたした。いいな。中学の場所、中島みゆきの地上の星よ。いいね、いいね。あ、みことさん、まずモームスに興味がなかったんです。なるほどね。あ、ウィンクとかスピード世代な場合、自分がおっさんなことに気づく。いやいや、わかるよ。ウィンク好きだもん、わかるよ。あ、へぇ、モームスモイが時とアミのファンクラブ一番です。え、すごい、アミニーの？すごい。私、アミニーと同期のミスマガジンの小林ゆりちゃんと同期なんですよ。だから、あの、ミスマガジンのお披露目イベント、行ったよ、行ったよ、行ったよ、アミニーの。懐かしいなぁ。まさかのアミニーがサイコロシェームの大使と結婚したんですよ。びっくりしちゃった。J-POP わからんの。県の中に海があるのが滋賀です。鳥取と島根は逆になる。地理わかんねえ。志村県。何を答えればいいの？九州とか四国とか関西とか分けないんだ。どこ答えればいいんや。愛媛はみかんとか温泉とか。そうそうそう。大阪はたこ焼きとお好み焼き。小学校の先生がさだまさし推しで、あせ、さ、さだまさしってお前を嫁に。亭主関白の人ですか？あ、関白宣言？あれ？亭主関白。関白宣言。あー、西野カナの逆バージョンのやつですね。死にますか？あれ？歌詞がない歌を歌ってる人ですか？ルル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 の人だ。天守関白。うんうん。地上の足のカップリングのファイトがくっそ好き。ね、私、ファイト戦う君のために石川天子です。あ、その歌ですか？中島みゆきは、なかなか幅が広いですね。地上の星と、ファイト。みんな知ってんだわ。みゆきの存在みんな知ってんだわ。僕は初見です。あれはみゆきの歌だったんですか？なんか、てっきりなんか、ダウンタウンとかの、なんか、あの、ユニットが歌ってるやつかと思ってます。リジャパンみたいな、ああいう流れかと思ってます。あ、さだまさし、亭主関白。ゾーン世代です。ゾーンね、いたね。懐かしい。あの、元祖バンドリでしょ違う。元祖はそこじゃない。あ、そこじゃない。しょうやさんとかなんでしょ。だ、え、あ、プリプリとかになるかな。そう、プリプリがちょい前に。あー、翼の折れたエンジン。中村。なんで話しやる。あ、ちなみにおにゃんこはギリギリわかる世代です。小学校は松任谷由実と森田浩一とトップギャランでした。松戸や弥生がわかんないな。夕焼けにゃんにゃん。島根遺憾である。県の中に海。例えがいろいろ草。親父の一番長い日を歌いましょう。え？誰？うんうん。都道府県、林さん問題なのです。京都は海に面してますでしょうか？京都？面して、ないんじゃない？ヒントもなんでバラすんですか？なんでバラすんですか？今、ノン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 ってしてるの私は見ましたよ。なんでバラすんですか？今いい感じに、ないんじゃないつってドヤ顔したのに。なんでドヤ顔した瞬間に、下手くそかよって言うんですか？ひどいよー。それぞれ、関白失脚って歌になってるんですよね、今。あ、そうなの？
第1子は3個の前歯のデモ手から持ってるが、まさか見に行くとは思わなかったね。いや、まさかのですよ。私まだあれですよ。チャーチャーチャーチャラダーチャ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 ラダー、激愛メリーゴーランドだっけな、あれ好きですよ。敵敵に回り続ける、なんちゃなんちゃなんちゃにゃん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 、あれ好きだったな。懐かしい懐かしい。何世代って言えばいいんだろう。中学はボカロばっかだったので。中学でボカロ。なるほどね。もうじゃあ初音ミクさんとかになっちゃうのか。なるほどなるほどね。そこへ坂本九とクイーンを押してみる21歳。坂本九天才よ。上を向いて歩いてる人ですよね。イエスイエスイエス。道ぶつかりそうですよね、そんなんで歩いてたら。悪口やめろ。涙がこぼれないようにですってよ。そんなに毎日泣くことあります？悪口やめない。違いますよ違いますよ。そもそも坂本君じゃねえから。あ、じゃあ六助って人が上向いてばっか歩いてたみたいです。悪口やめて。舞鶴遺憾である。あ、森鴎外だっけ舞鶴。あれ違う、地名それ、地名か、舞姫か、私の言ってんの、うんうん、全然舞うしか勝ってなかったの。くさ、何雨立ち、雨橋たち、何雨橋たち消滅、何それ。京都舞鶴には海上自衛隊基地が面してますよ。京都、おい京都海に面してるってよ。え、嘘じゃない3人ぐらいは言ってるけど。嘘、本当、京都海面してるで調べよう。日本地図だぞ。日本地図だぞ。京都、しかもかコンプコンプっていうか、妖精さんの言うことを信じてノンノンって言うから、面してないんじゃないっつって言ったら、なんか突っ込まれましたよ。面してるわ。へえ。上の方。これなんて読むの？天の橋立ち。天。橋立て。天の橋立てかなっていうんですかね。私、音でしかヒントもらってないんですけど。いや、京都。いや、ちょ、天に橋に立つですよ。天。天の橋立て。それは何ですか？違う。ただの橋かも。それは橋です。天の橋立てはな、この字だよね。そうです。天の橋立てだな。それは海に面してる橋なんですか？言われてみればそうだわ。へぇ。京都なんですか？これ京都なんだ。京都だ。それ京都とどこの国の持ち物で戦ってるんですか？いや、これは日本海側だから京都は。ああ、戦ってないんですね。強いて戦うってなっちゃったら本当韓国とかになっちゃうけど。京都と、その反対側の国はどこなんですか？あと、滋賀。京都と滋賀の戦いだ。じゃあ、その天の橋立てってやつは。え、多分。戦ってない。戦ってないですか？京都さんのもんですね。あ、これ京都のもんですか？はい。滋賀さんには琵琶湖があるんです。あ、もう俺んとこ琵琶湖あるし、別にそういう橋いらねえわってなったやつですか？いや、本当欲しいと思います。お譲りいただいたんですかね。橋いらないで、じゃあ本当は欲しいと思います。あ、そう。なるほど。なるほど。じゃあ、面してた。海上自衛隊基地もある。あ、バモさん初見です。ありがとうございます。メリーゴーランドしか知らない説。わかるー。若いな。最後、NDABB 曲のエクスカリバーが一番いい。あ、そんなのもあったな。聖剣。上を向いて歩いてる人。ちなみに海外の題名は、すき焼き。なんで？すき焼き。へぇー。天の橋立て。初めて買ったアニソンがブルーウォーター、ナディア。うん。絶対間違えると思って出しましたからね。だって。私は、言われたら、面してるんじゃないって言おうと思ってたよ。でも、妖精さんがノンノンってするから。私、面してないと思ってた。面し、でも、ちなみに私の、面してるんじゃないっていうのは、勘ですよ。京都知らないけど、面してるんじゃない？京都ってそもそもどこにあるのかわかんないしっていう。四国の近くかなみたいな。バーカ。四国も愛媛しかわかんないけど。四国の近くかなって思ってました。埼玉も海に面してるよ。だって京都に海ありますよ。駆逐艦がいっぱい建造されたところです。
天の橋立てただの橋説。天の声やっぱ天才ですね。カニとか有名ですよ、冬の京都。なんて読むの？どれ？単語。丹波かな？丹、これ、丹、これ、これなんて読むんですか？単語。あー大丈夫。単語。あ、これは単語かな。なんだろう。黒猫のやつですか？あ、すっごい古い。黒猫ですかこれ？地名かな。単語、単語、単語。チャチャチャラチャチャチャ。黒猫の単語、単語、単語じゃないんですか？京都。へえ。京都の中心部から離れてるからイメージ湧かないんだな。滋賀、天の橋立てくれよ。京都、いやだね。福井では京都は他、関西5県とはバチバチですよ。関西5県ってどこ？大阪、兵庫。大阪、兵庫、和歌山。和歌山。京都、滋賀。あれ？滋賀、あ、違う、京都はだから、あと滋賀と、どこあと1個。滋賀、和歌山、兵庫、もう一個？滋賀、和歌山、兵庫、大阪、関西5県ってあと一個どこ？上を向いて歩こうは、A 六輔と中村八代の曲で、全米ナンバーワンになっており、お、すごい。カバーバージョンも全米ナンバーワン、すげえ。まあ、送った、三重。三重？三重も、関西。奈良。え？兵庫、京都、滋賀、大阪、奈良、三重、和歌山。で、1,2,3,4,5,6,7、京都7、関東、関西7県かも。じゃあ、どっか1個の国は、別に京都さんと喧嘩しませんってなってるんですかね。そうだね、続軍してる。続軍してるんですかね。こうなんか、義合職で攻められたみたいな、あれですよね。どこが一番頭下げてるから、三重とかかな。チャー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 って。怖い怖い。あの、戦国無双で国買い取られたやつですよね。奥多摩を東京と認識できないと一緒か。メリーゴーランド、メリーゴーもブイブイよ。へー。あ、スノードラゴンさんこんばんは。単語、丹波、単語、単語。アルゼンチン単語。京都市に住んでる人なんて楽内以外を京都と思ってない説。なんだ、なんてちょいちょい昭和感出してくる。え、団子、団子三兄弟。黒猫の単語アミニーもカバーしてるよ。おお。大仏。滋賀県のちびわこは何パーセントか聞いたらカオスのことになりそう。え、だいたい琵琶湖なんでしょ？滋賀県？うん。どうなんだ？違うのかな？あ、VTuber の番組始まりました。本当だ。見なきゃ。白だ、白。あ、でかいわ。どう？あー、だいたい琵琶湖っすね。3分の1っすかね。いやー！これは、4分の 1？ 3 分の 1？ 大仏が立ち上がってツッコミ入れそう。あ、鹿県消えた。忘れ去られるなら。ちなみに京都御所から公共の交通機関のみを使った場合にかかる時間は、東京タワーより天の橋立てになる。へぇ。三重は関西じゃないと言われたり言われなかったり。へぇ。上を向いて歩く人じゃなくて、明日があるって言って前向きな曲が好きなんです。あ、明日があるさ、リ・ジャパン。三重の一部は確かに近畿。国とか有名ですよ。カニバリズムは有名な番ですよ。うんうんうん。カニバリズム、懐かしい。伊賀なら通えますしね。高校の同級生が、な、ばり？め、ばり？から、近鉄特急で通ってた。16% ですね。6分の1くらいだったかな？みんななんでそんな琵琶湖の
なんか、出てくるの？すんと、これが、琵琶湖の割合だって。すごいね。琵琶湖と淡路島が同じくらい。洛内？雑に説明すると、京都市内の内東西と南北に綺麗な道路があるエリア。へぇー。奈良を関西に入れてあげて。なんか、林さんの勉強会みたいになってますね。私、本当にね。いやー、もう二度と学生は、厳しいなぁ。ちょっともうなんか、私、言うて A 型だし、ノート、まとめるのは好きなんですよ。私、ノート綺麗なんですよ。私のノートを見て、みんなテスト前勉強頑張るみたいな。私ノート作るのに一生懸命だから全然知識入ってこないんですよね。そうなんですよね。うん、琵琶湖は海水でしょうか真水でしょうか。琵琶湖は湖だから海水じゃないんじゃない？どうかな？でも真水、琵琶湖って魚いるの？いるのかな？いるのかな？じゃあ琵琶湖については教えないけど、うん。世の中には塩水湖っていうもんがあってたな。塩水湖なんか塩分を含んだ水でできた湖が。私は今完全に塩水なんか、丸くて、長くて、とんがりコーンみたいなやつの話かと思ってました。A 型の関係性よ。お茶、ありがとう。勉強会お疲れ様です。色ペンとか使って凝ったノート作ってた感じですか？そう。ノートはめちゃめちゃ綺麗だしね。まとめるのは好きなのよ。ここ大事って言われたらここ出るんだからっていうね。で、ノートを作ることに全力をかけて、で、なんていうの？メモ用ノートと本書きノートみたいなね。無駄に。時間かけたなぁ。で、自分の頭には何も入ってないですよ。ノートをまとめることに全力投入だから。そんなでしたね。やばい、もうあっという間に1時間経ってる。もうそろそろじゃあ終わろうかな。これ LR のマイクは触れてよかった。よかった。LR 触れたから、これで iPhone からでも ASMR ができることが分かりました。イエーイ！これで外で気軽に、機材がなくても iPhone とこのイヤホンマイクがあれば、外でお散歩しても、パチ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 。で無駄にね、息でも吹きかけて、あと無駄にまた耳をブンブン振り回しながらお別れでもしましょうかね。なんかしてほしいこととかあったらね、参考には今後またしていこうかなと思います。なんか耳がこれなんで炙られてるような音がする。あ、バス釣りできる。ふんふんふん。勉強は苦痛しかないんですが、こんなに楽しかったらどんなにいいものか。みことさん大丈夫？大学生から今勉強が、こんなに楽しい勉強があったらいいって言われてますけど、僕たちは知識のなさを露呈するばかりで、つらみしかないんです。バカを露呈して。みんなが優しく教えてくれる、優しい時間でした。ありがとうございます。ウケる。あ、琵琶湖やっぱ魚いるよね。いるよね。うん。よーし。あ、そうですよ。私のいた、ニノちゃんが、いたところですね。そもそもだって、マスターみたいな人が、ウェーブのマネージャーだった
人でしたからね。そうそうそう、メイドステーションカフェね。だからなんかなんだっけ、ウェーブのメンバーさんのポスターとか貼ってあったみたいですよ。そういえば、うちも講義用のノート割と綺麗にまとめていて、かつ問題集と分けてたの。うろーい。イェーイ、優しく耳ほう。焼肉音配信とかいいですね。じゃあこれから僕はラーメンを食べに行くときにずっと耳にこのイヤホンマイクをしながらズー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 すすりながら焼肉も食べようかな。ラーメンかな。脳の疲労でなく目の疲労が苦痛に。あ、いやいや、えらーい、あ、えらーい、聞こえた、爆発に聞こえた。よし、ではでは、みんな遅くまでありがとう。妖精さんもありがとう。間違った知識でもいいよ。あー、こんがらがった。あーあーブブブブブ、みんなが、みんなが酔いながら、酔いながらこのマイクの映像を楽しんでくれてます。ブン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 、ありがとう。おー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 、カオス、またね、おやすみー、じゃあねー。